こんにちは、速稼塾の久保です。そうですか、小野崎さんのセミナーでね、まあそういうことが大いにあるでしょうね。やっぱりね、人のセミナーに行くその意義っていうのは、そのセミナーのお客さんになるっていうことではなくて、商品を持っているもの、もしくは発信しているものとしては、まあ自分に気づいてもらうために行くのかなっていうところがあります。前回お話した YouTube のセミナーに私が参加した時っていうのは、私がそこに行った瞬間にですね、他の参加者さんで、あ、久保さんだ、後で話していいですかみたいな状況がもう起きてたんですよね。それは私が YouTube 発信とか Facebook 発信をしていたからに他なりませんし、 YouTube セミナーっていうのに講師の人は YouTube で見たことないんですよね。前もお話したように自分では動画作ってないんですよ。だからインチキとまで言わないですよ、動画を作らせる能力があれば自分で作ってなくても別にいいわけだし、それこそね、東大合格塾っていうのがあるとして、生徒を合格に送り込めるんだったら、その先生自体は東大の受験したことがなくても別にいいわけなんですよ。まあもちろんね、実績があって自分でも東大に合格してますよって言った人の方が説得力があるのは確かですけども、じゃあ逆に東大に、合格したことがある人が東大合格塾っていうのをやって、じゃあみんながみんなね、東大に合格できるかって言ったらまた別ですからね。それは自分が名選手であっても、名選手ね、自分が名選手であっても名監督になれるかって言ったらまた別なんですよね。そういうところがあります。はい、それでちょっとセミナー参加のことについてお話ししますと、確かに花よりもさんが言うように、商品を持っているのと持ってないとでは全然違うんですよね。というのは、商品持ってない人って買う一方なんですよ。商品持ってる人ってのは売ることもできるんですよ。ということでだいぶ差ができますから、私は低価格もしくは無料の商品、それからそこそこの価格の商品、そして高額の商品っていうのを持ってるべきだと思うんですよ。残念ながら2万3万みたいな価格を持ってる人はいるんですけども、やっぱりね、30万50万という商品を設定できない人がいるんですよ。それはね、やっぱりこう、商品を見た時に、ラインナップを見た時に高額の商品がない人っていうのはちょっとね、そこの浅さを感じるんですよね。私だけかもしれませんけども、じゃあ例えばトヨタの自動車とかね、自動車のディーラーとか行って、じゃあ販売価格が車1台30万40万の車しか並んでませんってことになるのか、それとも30万40万の車もあるんだけども、でもね、500万みたいな車があるよみたいなね、そんなところがいいのかって考えると、やっぱいろんな意味で消費者さんとしても、わあ高い車だな、でも自分はちょっと難しいんでこっちだなっていうふうに選べたりとか、まあ、それ自体がマーケティングなんですよね。いつかあれに乗りたいなみたいなね、方になったりするわけなんですよ。で、うまいことできたもんで、松竹梅ってありますよね。私大学に行ってる時に、岡山の大学だったんですけども、定食ってのがあったんですよ、学食に。それが A ランチ、B ランチ、C ランチってあって、まあ、A ランチがね、300円台で、 B ランチが500円台で、C ランチが800円台なんですよね。だからやっぱり800円台の C ランチってのが結構こう意識に上るわけですよ。で、気分のいい時はそれを食べちゃったりするわけなんですけども、やっぱりね、結局普段は選ぶのは A か B なんだけど、 C があることによって A と B が選びやすくなるってものがあるんですよね。で、今度は C があることによって A や B じゃない日を作ることができるという、そういう日の積み上げがあるんですよ。だからこれがワンプライスだったり高額な商品がなかったりすると、やっぱりそこにフラストレーションっていうのは残るんだろうなと思うんですよね。ちょっと秋っぽい店になるっていうかね。だからやっぱりこう高い商品を、まあ、設定しておくのってすごく大事で、まあ、花龍馬さん19万8000円あると思いますけども、やっぱりね、この例えば50万の商品を設定しておいたところですぐには売れないんですよ。すぐには売れないんだけども、あるってことはでも表現できるじゃないですか。今度花龍馬さんが目指すとしたらそれだと思いますよね。今19万8000円が最高額の商品だとしたら、いや実はね、80万の商品もあるんですよと。それは1泊2日のなんかガチのワントゥーワン合宿ですよみたいな感じでね、設定をしていけばいいんじゃないですかね。そうすると、いやこの80万って商品何ですかっていうふうにお問い合わせが来る可能性あるんですよ。それはセミナーに参加した時に、あら花屋龍馬さんだみたいな形で、ね、気づいていただけたりとか、そうしばらくしてあの時のセミナーにいたんですよ僕みたいな言われたりとかね、するのと似たような感じで、結局手に取っていただく商品は2万3万の商品であっても、その手に取った商品を手に取ったお客さんから見ると、
80万の商品があるっていうのは、まあ認識できてるわけなんですよね。まあ、ですんで、その2万3万の商品でまだ不十分だなと思ったら、やっぱ80万のやつじゃなくてダメかなっていうふうな気持ちを刷り込むこともできますし、そうすると徐々に80万の商品に対するお問い合わせがあって、お問い合わせがあればね、どんどん商品っていうのはどういうふうに作っていくべきかなとか、そして同時に80万ももらったら自分ができることはどのぐらいのものなんだろうと、それは今までの 2,3 万の商品とどこが違うんだろうっていうふうに、きちんと商品作りをね考えていくようになると思うんですよ。まあ、ですので私の考えとしては、まずは商品と価格をもうぶち上げとく、これが非常に大事で、それからだと思うんですよ。内容が決まってから価格をつけるんじゃなくて、価格をつけてからそれに見合った内容を作っていくって感じですかね。本日は以上です。